マンケートにあるブルーアース軍庁舎。1980年に国家歴史登録罪に登録された。ブルーアース軍はアメリカ合衆国ミネソタ州に位置する軍である。人口は64,013人。軍庁所在地はマンケートである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1984平方キロメートルである。 このうち1949平方キロメートルが陸地で35平方キロメートルが250以上の湖が含まれる水地域である。総面積の1.77%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査でこの群は人口55,941人、21,062世帯および12,616家族が暮らしている。 人口密度は29平方キロメートルである。11平方キロメートルの平均的な密度に2万1971件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人94.96%、アフリカン・アメリカン1.19%、先住民セント、アジアセント、太平洋諸島系セント。 その他の人種0.69%および本欠1.03%である。ここの人口の1.77%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は21.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が22.10%、25歳以上44歳以下が25.60%、 45歳以上64歳以下が18.80%及び65歳以上が12.10%にわたっている。中央値年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は99.10人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.40人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は38,940ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は52,257ベイドルである。男性は32,087ベイドルに対して、女性は22,527ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は18,712ベイドルである。人口の12.90%及び、 家族の6.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.50%よび65歳以上の9.40%は貧困線以下の生活を送っている。この都市の一部だけはブルーアース群内にある。ありがとうございます。